どうも、今日はニームにいます。本当はアビニオンに行くはずだったんですが、見事に電車に乗り遅れてニームに泊まることにしました。というわけで夜中にホテルに着いて早速晩ご飯を食べてきたんですが、せっかくフランスに来たのにスペイン料理を食べました。まだ本場のエスカルゴを食べて、あ、こういう味なのかっていうのを感じてきた夜です。ではおやすみなさい。どうも、本日も朝から撮影します。今日は昨晩予定外のニームに泊まったのでニームを回ってます。ここはローマ人の遺跡だそうです。景色がいいですね。ちなみに現代においても使われているそうです。どうも、今日はホテルからお届けします。僕の視聴者の一人あるキム君がですね、ぜひ食事のシーンを撮ってほしいっていうことで、そういう依頼がありまして、いや食事はさすがにこう一人でブツブツ言いながら食べるの恥ずかしいっていうんで、一度は断ったので、まあしょうがないから撮ってあげようかなと思って、これから食事のシーンをお届けします。とは言っても完全に逃げなんですね。まあ、逃げというのは、まあ、スーパーで買ってきたものをこれから食べるわけなんです。じゃあなんでスーパー行ったんだって話ですよね。まあ、スーパーに行ったっていうのは、あのコインランドリーに行って洗濯をしたんですね。でコインランドリー行ったら、なんかあの2ユーロ硬貨以下しか入れられないっていう話で、僕リッチなんで札束しか持ってなかったんです。でお札を崩すためにスーパーに行ったついでに、あ、晩ご飯も買えるんじゃないかって思って晩ご飯は買って、で洗濯も終わったんでこれから食べるということです。じゃあどんな晩ご飯を食べるのか皆さんそこですよね、やっぱり気になるのは。でこの度買ってきたのがこちらです。はい、なんかよくわかんないクスクスみたいなのと葉っぱの上にスモークサーモンを乗せただけっていうのは非常にシンプルな、そういうご飯をこれからLà, au lait. La fille et les filles, you would know if it's one or two. And it's taking the same for the masculine. Le garçon, les garçons. 今日はプロヴァンス地方の有名な村の一つであるゴルドに来ています。正しい発音はゴーッ、ゴーッだそうです。ガイドのお姉さんに習ったので間違ってないと思います。ガイドのお姉さんが1時40分に集合といったところ、本当は2時40分の間違いだったようで時間ができたので撮影してます。どうも、ラベンダー畑に来ています。
なんかラベンダー畑って実は虫だらけなんですね。めちゃくちゃこの中歩くの怖いです。本当にかなり虫だらけすぎてかなり怖いですので、抜けます。8 8 8 8 8ですね。蜂があまりに多すぎます。本当に蜂多すぎ。たくさん撮ります。なぜかルシロンという町で山道を歩いてます。結構疲れます。でなんかここは赤土で有名らしくって、こういう感じでとても赤いです。Hola. Los pols. Parla amb aquesta gent. S'ha quedat la Carmen, Miquel? S'ha quedat la Carmen? Sí, s'ha quedat la Carmen.